バルボーリオ伯爵の誕生だ。結婚して3ヶ月もすれば伯爵の椅子に座る。そして別室会どもを呼び集め、俺はビロードのガウンで応じる。昼寝からお目覚めだ。だがオリビアはまだベッドの中。そしてこう命じる。トビーをこれ牢屋にぶち込んでやる。あいつが来る間、俺は時計のネジを巻いたり、鎖を、宝石をいじる。そこへトービーが来て、うやうやしく頭を下げる。俺はこうして手を差し伸べ、こう言うのだ。叔父上トービー、酒を慎みたまえ。あの野郎め、この筆跡は、その人の名は秘密。もしもお前だったら、マルボーリオか。しもべなる人を思えば、ルクリースの名剣のごとく沈黙が私の胸を刺す。俺は、お嬢様のしもべ、羊と主人の関係だ。だが、このアルファベットの意味がわからん。真昼の草原だってこうはっきりとは見渡せない。威張ってやるぞ。さあトービーは何だ。下っ端の者どもとは縁を切って、ここに書いてある通りの人間になる。もうこれ以上妄想に欺かれてバカな真似などはしないで済むのだ。お嬢様が俺を愛していることは紛れのない事実なのだから。運命のご主を感謝します。どうか私の前で、いつも微笑んで、私の愛しい方へ、神を感謝します。微笑もうじゃないか。